cradle to the grave to the end of days we'll shoot as well.すごく天気がいいので、そうだね、今日ピーカン、ピーカンなんで僕の車を紹介したいと思います。お、愛車のレンジローバースポーツ。なんでレンジローバーにしたの？まあ、レンジローバーすごい昔から好きで乗りたかったんですけど。昔から好きだったんだ。昔、ね、このゴツさとたくましさと、あとはあれだね、試合でチャンピオンになるごとにいつもあの車変えてるんで、うん、これはね、60キロのトーナメント優勝したときに買い替えた車、うん、あ55キロのチャンピオンになってきたときと、フェザー級取ったときとスーパーフェザー取ったときで、今3代目の、うん、大会は。やっぱ値段的には上がっていってる感じ？そう、だからここをちょっとジンクスって、家賃とかもそうなんだけど、絶対下げないっていうのもジンクスにしてて、うん、車の値段もちょっとずつ上がったり、グレードとかもちょっと上げたりとか。あ、なるほどね。はい、それはまあ、車のこだわり、うん、こだわり、僕はもう本当にあの車の色は2回連続ぐらい白なんです。そうだよね、まあ、黒い車もかっこいいんですけど、うん、なんかスターって白い車乗ってない？ちょっとわかんない。ちょっとなんか白い車から降りてくるのスターだなっていう、なんかスターとか自分の中でね、うん、まあ、あとは、うん、本物の車のこだわりで言うと、車体は白なんだけどホイールとかは黒にして、ホイールは黒なんだけどブレーキパッドは赤にする。この赤はやっぱチャンピオンカラーの赤をどっかに入れたいっていうのがある。前回のベンツと同じようにしてて、うん、この上の黒い部分は、あ、もうこれもう変えました。もともと白、そう、もう白だったんだけど、なんか縦にちょっと長く見えるから、うん、ちょっとシャッとなるよ。それもともと黒、違う、ここを黒にした。あ、変えたんだ。で、あとこのスポーツの色を赤に変えました。本当は何色？シルバーかな、シルバーの HSE っていうやつ。で、まあこれを納車した日に、うん、デート番組があったんですよ。うん、見た。あのデート見てくれた人はわかると思うんですけど、この車の助手席に初めて乗った人はあの人です。おお。ちなみにその後何かありました？何もなくて困ってます。終わってから友達とかになるのかなと思ったら、連絡先も教えてもらえず酷評されただけって。恋愛関係にならなかったとしても、うん、あんだけデートして俺は結構心褒めてデートしたから、うん、ちょっと情が入ってるわけですよ。あ、もうちょっとなんならあれみたいな。そう、俺情深いから、うん、告白までしちゃったし、で告白したら、はい、お願いしますみたいなこと言われたの、うん、ちょっと俺ちょっと付き合った気でいるじゃん、うん、終わったら感謝、お疲れ様でした、お疲れ様でした、お疲れ様でした、みたいな感じだったんで、ちょっとだからこの車の実績で初めて乗った人は、あ、今はそういう人です。なるほどね。じゃあ助手席は今空いているっていうことだね。空いてますね。あ、なるほど。空いてます。まあ、中は、はい、中のこだわりはですね、このサンルーフ、サンルーフが付いてるんですけど、うん、ここがですね、見して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 行きますよ、うん、こういうの大好きでしょ。こういうの大好き、こういうの大好きなんですよ。で、戻すときは、あー、戻ってる戻ってる、こんな感じですね。すごい。これもともとついてた機能、これはどうかな、まあ、このグレードには多分ついてるのかな。あ、ここもね、なんと上も開くんですよ。おー、ね、こういう時気持ちいいんじゃない？緑も見えてね。やっぱどういうグレードが好き？スペシャル。おお。Are you? I'm special. おお。いいね。ということで。これ匂いどうやってつけてんの？匂いはね、ここに入れてる。これか、すごいいい匂いするね。これめっちゃ好きなの、この匂い。ラボンのフレンチマカロン。運転やっぱしやすい。これ安定感すごいね。やっぱ大きさもあるしね、どっしりしてるんで。マッツーもね、俺の車で、いや、そう、俺ね、これすごいでかくて運転したくなくて、でも一回したらね、欲しくなっちゃったもんね、うん、これは本当ね、運転しやすい。あとはね、もう一つ機能、ちょっと一回外出てもらっていいですか。おう、っていうね、なるほど。
大きく見せたい時とかはね。ああ、なるほどね。やっぱそういう時もある。そうね、うん、初めて乗る人とかの時はちょっとこの状態にしといて、あ、もうでかいねって言わしたいな。あ、なるほどね。でかさ大事だよね。こんなでかいんだ、こんなでかいの。だけど降りる時はびっくりして、あ、こんな親切にしてくれるの。はい、ということで、はい、今日でもタケルは SUV が好きだよね。 SUV 好きですね。低い車ダメなんだよね。あ、やっぱでかいのがいいの。でかい、すごい。なんかやっぱあんま身長大きくないから、うん、車の時ぐらいは大きいとこに行きたい。あれね、見下されてるのが嫌なんだよね。交差点とかで信号止まってる時に見下さないと。道路線とかでね、信号止まってる時あるじゃん、うん、その時にこの位置じゃん。あ、そう、校舎がこうじゃん、うん、でこういう感じになりたくない。俺はもうこうしてたい。あ、なるほど、ね、見られにくいしね、やっぱ。はい、ということで俺の愛車紹介は以上になります。この動画が面白いと思った方はいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。